史上初の戦果、ロシア軍のヘリ、ドローンで撃墜された可能性、残骸の映像も拡散。FPV ドローンを使用しての攻撃か。ロシア軍の MY8 ヘリコプターがドローンにより撃墜されたと2024年7月31日、ロシアの情報筋が明かしました。最初、この情報は前線の様子を紹介するロシアの従軍記者、ボリス・ロジン氏から出ました。同氏によると、ウクライナ東部ドネツク州の州都ドネツク近郊で MI8 が自爆ドローンと思われる飛翔体によって撃墜されたとのことでした。その後、テレグラムや X などの SNS では墜落現場の画像とされるものが投稿され、軍事ブロガーなどが一斉に拡散しました。ロシア軍の同士討ちという説もあるようですが、ウクライナ軍による攻撃の方が有力とみられています。海外のミリタリー系メディアなどによると、攻撃に使われたのはオペレーターが自分の目のように一人称視点で操作できる FPV ドローンで、攻撃は機体本体ではなく機体上部のメインローターかビブのサブローターを狙ったと推測されています。これまでもウクライナ軍は同様の方法でロシア軍ヘリコプターの撃墜を試みており、撃墜寸前まで追い込んだケースもありました。なお、ウクライナ国防省からはこの戦果の有無についての発表はまだありませんが、もし撃墜が確定だとすれば、友人の航空機が無人機に撃墜された史上初の出来事となります。タイトル写真の機体は攻撃用の MI8 TVK ヒップ E と思われますが、撃墜後と言われる機体は大破していて、どの型かわかりません。MI8 にはすごい数の派生型がある。 MI8 から派生した重武装兵員輸送ヘリのハインドもそうですが、それらは本格的な武装ヘリ出現以前の鈍重なヘリなので、自爆ドローンにとっては組みしやすい相手だと思います。ましてホバリングでもしていれば格好の標的でしょう。ただし、記事のように装甲が施されていない部分を狙う必要がありますが、乗員とエンジンを保護する装甲はある。問題は対象物の捜索です。相手がヘリの場合は、地上装甲車両と違って戦場観測目標指示兼用ドローンに頼るわけにはいかないでしょうから、これとてもそもそもが西側の情報提供による。記事のような例はある種の行幸なのかもしれませんね。当然ですが、無人機は自分たちの乗員の命を心配する必要がなく、コストが非常に安くできます。技術の発展で数万円でも自由に動けるドローンが実用化されている時代に、友人の航空機が勝負できなくなってきてますね。これからもどんどん機械による代理戦争が多くなっていくでしょうけど、その下に住む人間にも確実に死が忍び寄っているのは確か。ドローンのスティック操作で人が死んでいても麻痺していくのでしょうね。ウクライナが NATO 加盟国から供与された F-16 戦闘機を公開。ウクライナが NATO 北大西洋条約機構の加盟国から供与されたアメリカ製の F-16 戦闘機を初めて公開しました。ゼレンスキー大統領、今これは現実になった。現実が我々の空にある。 F-16 がウクライナにある。ゼレンスキー大統領は4日、機体の前で幾多の会議や絶え間ない外交交渉を通じ、不可能と言われた F-16 を手に入れたと語り、ロシアに対抗するため強く求めていた戦闘機の供与がようやく実現したことをアピールしました。ウクライナ空軍の戦力の成長は新しい段階に入ったと、導入する意義を強調しています。供与された F-16 は場所を明かさない条件でロイター通信など報道陣に公開され、2機のデモ飛行が披露されました。
すでにウクライナ上空で運用が始まっているということです。ゼレンスキー大統領は大勢のパイロットや整備士が訓練しているものの、機体もパイロットもまだ足りないとしています。アメリカのニューヨークタイムズは、西側当局者の話として、夏までにウクライナに到着する F-16 は6機程度で、今年中に戦闘に投入できるのは10機程度にとどまるだろうと報じています。これまで運用してきた東側戦闘機の損失分を埋めるためにも F-16 供与は必要です。また F-16 によって西側対空ミサイルの撃ちっぱなしができるようになったり、部品調達が容易なことは利点になるでしょう。反撃に必要な十分な数の供与が行われるまで危険な作戦はせず、ロシアの無差別攻撃ミサイルやドローン迎撃などを主に行うのでは。戦争中もそうですが、戦後のウクライナの国防に西側戦闘機は必須です。 F-16 の供与は決してマイナスにはならず、将来的に西側戦闘機投入は避けては通れない道です。戦闘機は技術習得に時間がかかるからこそ、今後も訓練を継続しパイロットを増員することが重要でしょう。 F-16 配備が進み、地上戦の展開反撃につながることを期待します。戦争にルールはない。パリ五輪開幕の日、ウクライナ南部ヘルソン州にて、平和の祭典を掲げてパリ五輪が開幕した7月26日、ウクライナ南部ヘルソン州でロシア軍のドローンとウクライナ軍が交戦した。国連総会は五輪開幕7日前から閉幕7日後まで全ての戦いを停止するオリンピック休戦を採択したが、ウクライナとパレスチナ自治区ガザでは戦いが続けられている。五輪と違ってルールは無関係。それが戦場だ。ロシアがルールを守る国なら、国際法を無視した侵略を行うはずがありません。ウクライナは自国が戦場になっているのだから、自衛のために戦わなければロシアに領土を奪われるのは分かりきったことだろう。欧米は長距離ミサイル供与やATACMSのロシア国内への攻撃を制限なしに認めるべきだ。ドネツク州の子供700人避難。ウクライナ・ロシアとの戦闘激化。ウクライナ東部ドネツク州の知事は4日、ロシア軍との戦闘激化に伴い、州内の複数の地域から744人の子供とその家族を避難させると明らかにした。ロシア軍が無人機攻撃を繰り返しているため、装甲車で避難するという。ウクライナメディアが報じた。ロシア軍はドネツク州で攻勢を強めているとされる。ロシア国防省は4日、同州の集落ノボセリウカ・ペルシャを制圧したと発表した。この集落から北西約25キロに位置するポクロウシクの制圧に向けて前進している模様だ。ウクライナ外務省はクレバ外相が4日から8日、マラウイ、ザンビア、モーリシャスのアフリカ3カ国を訪問すると発表した。おいおい、装甲車で避難ってがっつり軍事目標化してるやんけ。まあこれで攻撃受けたら装甲車の部分は言わずに避難中の子供たちを攻撃したって話にするんだろうけど。ウクライナの報道機関はブチャで、ロシア兵は初めは紳士的だったけど、スナイパーからの被害が出始めて変わったとか、インタビューを流してしまってから、キエフへの脅威が現じて共感役でも入ったのか。この手のプロパガンダ戦場のミスは極端に減ってた印象なんだが、久々の大ポカ。ウクライナ、ロシア黒海艦隊の潜水艦撃沈と発表。防空システムにも重大な損傷。ウクライナ軍参謀本部は3日、
ロシアの実効支配下にあるウクライナ南部クリミア半島のセバストポリ港を攻撃し、ロシア黒海艦隊の潜水艦ロストフナドヌーを沈没させたと発表した。発表ではロシア軍にとってウクライナの領海である黒海に安全な場所がないことを再び証明したとしている。軍参謀本部が交流サイト SNS で公表した内容によると、攻撃が行われたのは2日潜水艦のほか防空システム S400 の発射装置4機にも重大な損傷を与えたという。ロストフナドヌーは2014年12月に就役した潜水艦で、巡航ミサイルカリブルを運用できる4隻のうちの1隻だという。23年9月ウクライナ軍がミサイル攻撃で被害を与えて以降、港で修理が行われていた。ロシア国防省はロストフナドヌーの状況について言及していない。ウクライナ軍は今月2日夜以降、ロシア南部ロストフ州モロゾフスクの飛行場の弾薬庫のほか、ベルゴロド、クルスク、ロストフ各州の石油貯蔵施設などを攻撃したと発表。長距離ドローンを使ったとみられる。海軍を持たないウクライナに蹂躙され、制海権を奪われ続けるロシア黒海艦隊。新しい時代の戦争の構図ですが、ウクライナは防衛に徹するにしても、国土の一部以上に手放せないのが黒海の海上の安全ということでしょうか。頑張れ、ウクライナ。